トラちゃんは見た。小学生の頃、母親同士が仲良しだったつながりで、私たちはいつも一緒に遊んでいた。でも、成長とともに、あてがわれた友達では会う、会わないが出てきた。私は気の弱い性格で、何をされても文句が言えないタイプ。対して A 子は社長令嬢でもあり、私たちの中でも強い存在感を持っていた。え、その服お兄ちゃんのうさがりなの？かわいそう。ねえ、昨日テレビでさ。ごめんね、お母さんにテレビは1日30分までって決められてて。テレビの話もできないとかノリ悪いし暗い。え、今日はゲームして遊ぶからゲーム機持ってない人は来ないでね。正直嫌だなと思いつつも、母親同士が仲良くて言えなかった。ある時、母親同士で話題になったのか、全員で近所の学習塾に入れられた。そこはテストの点数が上位の子には図書券のご褒美があるが、成績が伸びないと死ねと言われたりする、かなり厳しい塾だった。怖いよ。今だったら問題になるだろうけど、ついていけなくてやめる子も多い反面、競い合いに向いている子はぐんと成績を伸ばすため、他の地域からもたくさんの子が通っていた。ある日、私は算数で理解できないポイントがあり、死ねとみんなの前で罵られた。そして A 子も嫌みったらしく、私でも分かったのにとニヤニヤ。悔しかった。それからは他の子の発案で、これからは予習していこうということになった。予習復習を徹底的にして、苦手だった算数も克服した。そんな努力の甲斐あって、私たちは塾で成績上位になることができた。やったね。うん、みんな頑張ったもんね。ただ一人 A 子を除いては。そんなある日のテスト中、ん？意識を後ろに集中してみると、 A 子からの視線を感じた。もしかしてカンニング？テスト用紙後ろから集めて。まさかと思ったけど、テスト用紙を前の席に渡していくときに、 A 子の答案を見てみると、私と同じ計算式と回答。間違いない、 A 子は私の答案をカンニングしていた。今まで私のことをバカにしてきたくせに。そう思ったけど、あの発言力の強い A 子に食ってかかってもかなわない。次の日は A 子と隣同士になった。腕で答案用紙を隠していると、うん、強引に私の腕をどけ、答案を覗き込んできた。とても嫌だったけど何も言えなかった。だから私は作戦を練った。その次の週、 A 子の苦手な算数のテストだった。私はさりげなく A 子に答案が見えるようにしてやった。もちろん私が書いた計算式はデタラメで、答えもありえない数字。自分できちんと解いていれば、まず導き出すはずのない回答だった。私の回答を丸打ちし終えて余裕たっぷりの A 子。私は A 子に作戦を悟られないよう警戒を続ける。そして残り2分になってから、大急ぎで答案を正しいものに書き直した。そして答え合わせの時、じゃあここの答えを A 子。ちょうど A 子が答えるよう指名された。はい、答えはマイナス〇〇キラです。私の罠にかかったとも気づかず、余裕たっぷりに回答していた。ああ、どうしてそうなったか言ってみろ。脳みそどこ使ってんだ？なんでそんな検査式使うんだ？え？真面目な生徒ならまずありえない回答を出されてキレる先生。なぜ自分が怒られているのか、事態がつかめず青ざめる A 子。わかりません。ふざけるな！ A 子はかなりきつく怒られた。そしてようやく A 子が怒号から解放された後、満点はお前一人か、よくやった。私は見事満点を取り、ご褒美の図書カードをもらった。え、なんで？弱気な性格の私にとっては結構勇気のいる行動だった。
果たしてこれで A 子は反省してくれるのだろうか。私は A 子に何も言わないし、 A 子も何も言わなかった。ただ以後 A 子が私たちをバカにすることはなくなり、真面目に予習するようになった。今度算数教えて。もちろん。私はそれで満足だった。ご視聴いただきありがとうございました。誰にでも苦手なことはあるかと思います。しかしそれをズルして逃げようとするのは良くないことです。皆さんはどう感じましたか？コメント欄に書いていただけると嬉しいです。また面白いと思った方、チャンネル登録と高評価をお願いいたします。